すごいね。ではつば九郎に向けて出発です。軽いこれは軽い。あと1キロですね。背中見てみ。昨日16キロ、今日 2キロぐらい。こっからすごいね、花崗岩の芸術だね。軽い軽い。お、円断層があんなちっちゃくなっちゃった。まあ、ここからですね、いくつかこうアップダウンを繰り返して朝のてっぺんに行きます。よいしょ。こんにちは。ほら、イルカだ。ほら、お、本当だ、イルカだ。じゃあ、こんにちは。はい、イルカです。顔もあるんだ。顔になってる。これがイルカ岩ですね。しかしまあ、こんなにくっきり出てる
槍ヶ岳なかなかないよ、うん、気持ちいい。円山荘からぐーっと降りてきて、ハイマツの中をですね通って、ここから登り返しですね。それでもね、暑いね。めちゃくちゃいい天気になっちゃった。北釜尾根もね、くっきり映ってる。ああビール飲みてな、おっと、ここは滑んないように、うん、わあ来た。山頂です。おう。10時28分。山頂です。三角点、はあ、あ、立山だ。立山、ちょっと見え曇ってんな。プルーン。10時46分ですね。つば九郎岳を降ります。つってる声よし。はい、すいません。はい、このザラザラがハラハラすんね。
あ、ガスってきちゃった。よかったね。ギリギリだったね。ちょっと下り道の途中ですね。あれがよく出るメガネ岩ですね。反対側からちょっと見づらいんで、こう下山の時からはわかるんですけど、じゃあ、ライチョウいたんですか？そう、そこに。あ、あら、これは取らないと。え、どこどこ？あ、え？あら。え、あ、そうですか。あ、いたいたいた。ライチョウが、11時26分円山さんに戻ってきました。すごい人。ちょっと曇っちゃいましたね。ちょっと休憩しよう。あら、美味しそう。うわー、うまそうだね、これ。うわお風呂まで絶対。
円山荘降りて 10分ぐらいのところですけど、綺麗ですね、朝日に映えて。昨日はね、この辺から上を見た時は、昨日か一昨日か、ガスで燃やってて何も見えなかったんで、今日は特別綺麗に見えます。10時前。